こんにちは、スプリングです。私は今鳥取県智頭町、ここは智頭急行のすごい色をしておりますね。以前にも動画に出したことありますけども、鯉山形駅という駅になります。日本に4つある鯉のつく名前の駅、その一つがね、この鯉山形駅というふうになっております。まあその名前からこういうなね、ピンク色に塗られた、まあ独特な駅になっておる次第でございますけども、いやー、いいですね。まあ、ここ、ちなみにね、もう、撮影もできるんですよね。まあ、スーパーハクトぐらいの編成の長さがあると、まあ、意外とね、編成写真、アウトカーブから撮れたりするんですけども。おや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 、こちらのお姉さん、顔が作画崩壊を起こしておりますけどね。面白いですね。うん、しかしながらね、こういうようなピンクの駅、なかなか目立ちますよね。まあ、以前来たのはいつだったかな、この動画のだいぶ初期の頃だったかなと思うんですけども、雪の中でね、スーパーハクト、晴れで撮れそうだったんですけど、霧一だけ曇るということ、事件が起こってしまいましたのでね、そんなことね、挙げておりますけど、またご覧いただければなと思うんですけども。いやー、にしてもピンクピンクをしておりますね。日本に4つの鯉の駅。確か、北海道の某鯉、そして西武電鉄の鯉ヶ久保、そしてどこだったかな、三陸鉄道かどっかの鯉ヶ浜だったかな、まあそういうような駅があるわけですけども、まあその四つ目がこの鯉山形駅ということになっております。鯉ポスト、なんか利用方法もありますね。というわけでね、今回この鳥取県内でスーパーハクトとか列車の撮影をしていこうかなと思っているんですけども、まあ先ほど智頭急行だったんですけど、今回もこの路線に関してはインビ線というようになっております。まあこちらもね、かつて動画で上げたことがあるんですけども、非常に大きなカーブを描いている場所になっております。こちらでね、ちょっとスーパーハクトがもうすぐやってまいりましたので、それを撮影をしていこうかなと思っております。ちょうどね、ここ道が広くなっておりますので、まあその一角でね、撮影をしております。後ろから普通列車がやってくることになります。いや、これはね、JR の因美線なんですけども、こういうような感じで、智頭急行の列車がね、乗り入れてるということになっております。まあ、智頭急行内ではこの列車は非常にね、ぶっ飛ばしていくんですけども、まあ、この因美線内入ると、その、あんまりイメージはなさそうですね。こんな感じで、総合乗り入れをしているということになっております。さあ、そして、スーパーハクトがやってくる時間になりました。お、これは一番先頭は、貫通型ですね。まあ、確か貫通型は全部ですね、3つあるんですよね。そしてね、この車両非常に面白いのが、前も、後ろも貫通側なんですね。いやいやいや、なかなかね、見られないものを見ることができました。というわけでアウトカーブで仕留めてみました。前も後ろも貫通型。まあ、ちょっとね、全面展望を楽しめないスーパーハクトかなと思うんですけども。いや、個人的にはね、レアなものが見れてよかったなと思います。さあ、そしてもう少し北上いたしまして、すでに鳥取市の中だったかな、八頭町だったか忘れてしまいましたけども。まあ、こんな感じの場所がね、ありましたので、ちょっとこの菜の花が非常に綺麗ですのでね、撮影をしてみようかなと思います。先ほどのスーパーハクトが智頭駅で、また、ね、この下ってくるスーパーハクトと交換をしますので、それをね、この菜の花を入れて撮影をしてみようかなと思います。いやー、菜の花がまだ満開ですね。まあ、このやっぱり、もう北日本じゃないわ、山陰側に行くとやっぱり寒さの関係から少しだけ、まあ、この南部と比べてね、時期が遅いようです。そして直線の向こうからスーパーハクトがやってまいります。というわけでね、写真はこんな感じになりました。この大部分に黄色の菜の花を入れて、この右上の方にね、スーパーハクトを入れてみました。いや、非常に春らしい写真が撮れたんじゃないかなと思います。さあ、もう少し撮影を続けていきますけども、まあ、こんな感じでね、非常にいろんなところで、ね、菜の花が咲いているので、いやーなんかテンション上がってしまいますね。いやーどう撮ろうかなと思うんですけど、この向こう側には若狭鉄道の鉄橋を見えております。さあ、そして時間になりまして、この先にある攻撃を出発をした普通列車がやってくることになります。まあ普通列車といってもね、この区間先ほどのような智頭急行の車両、そしてキハ47がね、走ってるわけですけども、まあどっちが来るのかなと思ってちょっと今、楽しみにしております。まあおそらく智頭急行ではなく、まあキハ47が来るんじゃないかなと思ってるんですけども、おそらくこのカーブの向こう、この家のところからね、列車が顔を出してくるものと思われます。
まだ出てきませんね。もうそろそろ出てくると思うんですが、まあ今回もね、この菜の花を入れて、列車を少しだけ入れてね、撮影をしてみようかなと思っております。全然出てきません。あ、出てきましたね。キハ47が顔を出してこちらにやってまいります。いやーいいですね。やっぱこの菜の花にタラコ入れの車両、どうしてもねこちら側に来ると側面がなくなってしまいそうでしたので、少しねこの顔だけ、切り取って写真を撮っております。いやこの菜の花の奥に走るキハ47、いやー非常にいいですね。ちょっとこういうような感じで編成っぽく入れてみたりもしております。いやなかなか満足のいく撮影ができました。いや非常に大きなカーブですね。もうほぼ90度を曲がって、こういうような感じで西の方に向いていくということになっております。いやーでもキハ47もやっぱりこういうな、もう春の姿は似合いますね。まあ冬は冬でかっこいいんですけどね。さあ、そしてそうすると向こう側、何やら青色の列車が通っておりますけども、あちらが若狭鉄道ですね。この攻撃機で、このインビセとね離合していくということになっております。そして次の撮影になりますけども、こちら国府佐駅のとこですね。まあこれもねいつだったか動画上げたことがあるんですけども、まあちょっとはここでねまたスーパーハクトがやってくることになりますので撮影をしてみようかなと思っております。こういう感じでインカーブで撮れそうですね。ちなみにこのホームのところから撮影をすることができますのでね、インカーブでホームの中から撮影をすることができます。同じこと2回言いましたね。まもなく列車が通過をするはずです。いやにしても今回天気がいいのでね、曇る心配がございません。いや非常に嬉しい限りでございます。またまた列車来ませんね。まあでもこういう緊張感って実際撮影でありますよね。いつ来るかなとか撮れるかなって、こんなシャッターうまいこと切れるかなというような、まあいろいろ考えながら待っているこの緊張の瞬間がね絶対あると思うんですけども、いやー風とともに列車が通過をしてきました。というわけで写真こんな感じです。いやー非常に迫力のあるスーパーハクトを撮ることができました。いやかっこいいですね。いやたまには編成写真もいいですね。なんか編成写真あまり私撮らないんですけども、編成写真撮ったら撮ったで、いやかっこいいなと感じます。そしてすぐ後ろからスーパーインナバがやってまいります。なんか稲葉あんまり速くないですね。本来の走りっぷりを発揮してないような感じがいたしますけども、まあ、写真こんな感じですね。いやーまあちょっとやっぱ2両だと物寂しい感じはあります。というわけで今回はこのインビ船内でスーパーハクトなどのね撮影をしてまいりましたけども、まあ両方貫通型の車両だったりとか、まあこういうのね巡航でスーパーハクトが撮れたりとかね、いやなかなかいい写真を撮ることができたんじゃないかなと思います。この後もう少しね撮影続けていきますので、それはまた別の動画にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。